働く者の祭典第30回メーデー。この日五月晴れの札幌では4万5000の労働者が集まり、お互いの喜びを分かち合った。こちら東京ではやらいの雨降りしきる神宮外苑。平和と独立への宣言も新たに、働く者の団結と前進を強調したのである。とはいえ、明るい歌声メーデーの成長の陰には、それぞれ職場コーラスの地味な働きが少なくない。それを指導した中央合唱団は、関明子女子をリーダーとして昭和23年占領下の混迷した世相の中で産声を上げた。やがて1人増え、2人増え、ここ東京新宿には20名の団員が合宿生活を営んでいる。毎週土曜日には子供たちのレッスン、歌のおばさんと呼ばれみんなに親しまれている。また時には招かれて歌の指導にも赴く。こうして歌声は職場から職場へこだましていった。ある時は赤旗なびくストライキにも足を運ぶ。そして自ら先頭に立ち、労働運動の歴史の陰に大きな役割を果たしてきたようだ。こうして日本の歌声運動は海外にも知れ渡り、関女子は昭和31年レーニン平和賞を受賞した。やがてブームとなって町工場の若者たちにも愛称された歌声。そして延べから延べへ、どこからともなく聞こえてくる美しいコーラス。苦しい時、悲しい時、幸せの歌は人々の暮らしの中に生きている。今日も地方公演の旅に出る中央合唱団。ともあれ、働く人々の幸せを願い、歌声一筋に生きる日本の一団面である。